ラジオ。え、あれなんだあれ。あれなんだ、ね、第7回。あ、ちょっと右の方だからね。大阪だからね。大阪だから右。みたいなもんだ。ん？終わり？あ、終わり。あ、まだ。はい。なにわ橋。あ、では。おお。庶民の生活だ。ご飯食って。
ああ、こういうね、鉄道で働いてるんだな。こっちは公衆電話。あ、開かねえや。開かねえ。公衆電話。これは御堂筋線なのかな。今日している星座ね。これはお祭りの姿かな。洋服屋さん。右から書いてある。こっちは洋風だ。日本日の丸、日の元旅だったんだ。矢の飛ぶごとく売れる日の元旅。通天閣じゃないけどなんかあったね。すごい。これはなんとか橋、恵比寿橋の広場。恵比寿橋、恵比寿橋ってどこにあるんだろう。という広場があったんだろう。この辺は5月11日。寄席の、まあ多分すごい高いんですよね。日本文化公軍なんとか全部。もう話を、あるのね。すごい絢爛豪華な。これで一周しちゃうかな。あ、まだ半周だ。予防手術によって早くれば治る。健康的なやつが強くなっちゃう。結核に接ならないように。結核予防手術天然痘ってことですね。温泉とか大阪の風呂屋。
はいよいよ戦争の時代。万博、博覧会と大阪。あ、これね、私はまだ小学校じゃなかったな。万博ね、これすごい、今考えるとすごいよね。聖火ランナー、東京五輪の聖火。あー、なるほど。風雲調球、北中の戦争、星が決める。大空襲第8時まであるんですね。うわー、すごい人だよ。ここは梅田駅かな。四ツ橋線、阪急梅田駅。あー、こういう感じだったんだ。旧梅田駅、大正時代の。あ、心斎橋、心斎橋っていうのは何回も作り変わってるんだな。歩道橋みたいなのもあるし、すごい。高麗橋、秀吉により、高麗橋、砂をしっかりやってるんですね。尋常小学校、今と変わんない。ミシン、家族と家庭、あ、うちにもこういうテレビもあった。あ、こちらの方は鴻池家、陸軍将校とかですね。
あれ、いよいよ終わりかな。いよいよちょっとエレベーターの配置がちょっと違うぞ。ん？終わりかな。